変なとこで切っちゃったんですけど、うん、じゃあ they often lie upon the surface。 それらはじゃあ表面にであるとね、それが often しばしばですね。じゃあそれらが表に現れていることも多いのである。じゃあ変なとこで切りましたから一箇所まで訳して、他人を評価することがいかに難しいかを十分肝に銘じているのは結構なことではあるが、それでもやはり評価はしなければならないし、それも慌ただしくそうしなければならぬことがある。つまり人生の目的から言ってそうしなければならないのである。しかし時には思いもよらぬほど多くの優れた評価の材料を持っていることがある。そういった材料がいつも人間の奥深く隠されているものであると考えてはならない。それらが表に現れていることも多いのであるね。で、インディード。うん、じゃこういう時のインディードは、まあ、これは練習したでしょう。まあ、本当にですが、まあ、それどころかですね。で、それどころか、the primary character of a man。うん、で、人間の根本的な性格は、is especially、じゃ特に discernible、見分けられる。in trifle、うん、些細なことで見分けられるんですね。じゃ小さなことで見分けられる。で、カンマじゃないけど、for ですね。というのも、then、そのような時に、he acts、じゃあ、he は、その、前のアマンですから、ね、我々が評価しようとする人間ですね。その人は、アクツ、行動する。じゃ、as it were と so to speak はもうね、何ですか、受験ではもう、まあ、必ず出るような問題ですから、ね、いわばですね。じゃ、いわば、almost unconsciously、うん、ほとんど無意識に行動する。ほとんど無意識の行動をするからである。で、it is upon。さて、これが困った。で、it is upon the method of observing and testing these things。で、じゃあ、it is upon。まあ、協調構文だってのはすぐわかると思いますけどもね。it is upon the method of。メソッドオブオブザービング。観察するやり方ね。で、オブザービング&テスティングですから、当然ここにこう来るわけだ。これを&が結びますね。で、オブザービング&テスティング、じゃあ、these things で、当然ここにこう来るわけだ。ね、じゃあ、これらのものを、観察し、試す。そういう、その方法ね。そして、オンです。ところが、次に、ザットがあって、あ、イットザットで、協調構文かなと。この、イティーズアポンあたりを見てね、協調構文だと思った人は、ここでほっとするわけだ。ザット見てね。さらに読んでいって、ザット、a just knowledge of individual。あ、インディビジュアル面ね。in great measure depends を見て、あ、depend on だと。depends upon だと。何々に頼っている、何々次第である、何々にかかっているね。それで、ほっとするわけだ。で、じゃ、ざっと以下は、あ、just knowledge。これは、ね、正しい知識でしょうね。個人の正しい知識ってことは、ね、個々の人間を正しく知ることができる。そういうことは、in great measure の話は一番最後にします。これは、in great measure は熟語で、ね、大いにってことね。大部分ってことですね。で、depend upon ね。大部分、こういう、そういう方法にかかっているのであるね。かな。で、じゃあ、個々の人間を正しく知ることができるかどうかは、こういった小さなことを、ね、どのような方法で観察し、じゃあテスト、試すかに、大部分かかっている。さて、最後のイングレートメジャーですが、ここの話を最初にしちゃいますか。でね、これは難しくてね、なぜ難しいかっていうとね、やっぱりメジャーって言葉がちょっと重いんですよね。単語でも長いでしょ。だから本当に難しいんです。だってこれはこう覚えてください。今日はこれをしっかり、
はい、to の後の extent in あるいは to その後の degree in の後の measure。 さて、こで、これはいいですか。ここに形容詞が来るんです。まあ形容詞が来る、ここにね。そしてあるで、こいつらはですね、結局はどうなるかっていうと、この形容詞に ly を形、つまりこの形容詞を副詞にする、そういう熟語なんです。で、今文章は in great measure ですから、 great ね、ですからわかりますね、大いにとね、メジャーですね。さて、それで、ちょっとここで、この例文を挙げたいと思いますが、ただ注意してほしいのはね、形容詞を副詞にするんだけども、別に必ず ly の形があるとは限りませんよ。ね。いいか、それ、例えばサムなんて来た場合、サムリーなんてありませんから、ね。そこは、まあ、慣れれば自然と訳せますが、これが熟語だってことがまずわかるかどうかです。で、例文をいくつか挙げて、Science has, advanced.で、to a great extent。 で、he was angry in some degree。 he was in large measure。 responsible for it。 さて、これでね、まず、一番最初から Science has advanced、 だ、科学が発展した、進歩した、 to a great extent で、あ、 to extent で熟語だと。じゃあこれを抜かして、じゃあ、グレートリーとすればいい。これで科学は大いに発展してきた。ですか？次は、he was angry in some degree。あ、ここに in degree があると。でね、some にさっき言った ly ついた形はないけど、まあもう意味わかりますね。じゃあ、彼はいくらか怒っていたって言えばそれでいいわけだ。でね、今よ、三つやった、extent、degree、メジャーの中でやっぱり一番厄介なのはメジャーなんです。で、単語が長いから。するとね、ここでね、he was in large measure responsible for it。 今は in measure が熟語だって分かりますから、 be responsible for 何々に対して責任があるってことが分かりますけどね、分かんなければどうしたってこれは be in で読んじゃうんだよね。そうするともう responsible は measure にかかるしかありませんから、で、measure を見て、あ、物差しと思っちゃうとね、彼はそれに対して責任がある大きな物差しの中にいたっていうのは変築になくなっちゃうんだ。で、これは、だからその意味でものすごく重要だってことです。ね、これはたまにね、ここにあが入る場合もありますが、まあそれはいいでしょう。ね、これはまあ注意してください。さて、あとは、なんとか大丈夫ですか？ね。さて、全体訳して。他人を評価することがいかに難しいかを十分肝に銘じているのは結構なことではあるが、それでもやはり評価はしなければならないし、それも慌ただしくそうしなければならないことがある。つまり、人生の目的から言ってそうしなければならないのである。しかし時には思いもよらぬほど多くの優れた評価の材料を持っていることがある。そういった材料がいつも人間の奥深く隠されているものであると考えてはならない。それらが表に、表面にね、現れていることも多いのである。それどころか、人間の根本的な性格は、特に小さなことで見分けられる。そういうことの場合には、人間はいわばほとんど無意識の行動をするからである。個々の人間を正しく知ることができるかどうかは、こういった小さなことをどのような方法で観察し試すかに大部分かかってくる。あるいはかかっているね。
じゃあ今日はそこで終わりにします。